構生活とかきついですよ。従業員を削らないといけないとか、まあ、そういうちょっと精神的な部分でしんどい部分が多いですね。塩崎和馬さん31歳。神戸で生まれ育った塩崎さんは神戸市内の居酒屋で10年間店長を務めています。コロナ禍で苦しい状況が続く中、町にはある異変が起きていました。それはゴミ。路上飲みが僕は悪いと思う。正直あんま思わないんで、その人様に迷惑をかけない、そこでそのゴミを放置して帰ってで捨てていくじゃないですか。路上に転がる吸い殻やビールの空き缶、ポリ袋に入った弁当の容器やパンの袋など、塩崎さんが何とかしなければと思っていた時、口を開いたのは小学1年生になった娘のいちかちゃんでした。汚い、ゴミ拾う、あとボランティアの人がしてるからゴミ拾いしに行きたいよねみたいなを言い出して、じゃあパパも手伝うわっていうので一緒にやり始めたのがきっかけです、ね、なんでゴミ拾い始めようと思ったの？汚かったから。汚かった？うん。いちかちゃんの一言から始めた親子でのゴミ拾い。いちかちゃんの学校が休みの土曜日と日曜日の朝にゴミを集めています。散乱するゴミを拾い始めて3ヶ月が経ちました。でも町に変化は見られません。大人が飲んでね、ワイワイした後のゴミを小学生が集めてるっていうのも恥ずかしい話です。やっぱりゴミ集め終わった後でももう真横でタバコを捨てる人がいますから。ゴミを捨てる人たちに苛立ちを隠せない塩崎さんは神戸市や環境局に働きかけもしています。僕は意見、今ゴミ箱を設置したらどうですか。神戸市のその方針としてはゴミをこっちが処分するんじゃなしにゴミを捨てない、あの持って帰ってもらうような啓発運動を今神戸市はしているらしいです。神戸市には街頭でゴミを捨てると2万円以下の罰金が課せられるポイ捨て防止重点区域があります。三宮駅周辺や神戸駅の南側にあるハーバーランドなど観光客が多く訪れる場所が該当します。しかし広場のある神戸駅の北側は重点区域に指定されておらず、ゴミ箱も設置されていないためゴミが毎日のように捨てられているのです。取材班が訪れたこの日、夜の神戸駅前の広場では30人ほどが路上飲みを楽しんでいました。結構揉まれてますね。盛り上がってるようですね。郵便ポストを机代わりにしてお酒を楽しんでいる人もいます。また一組広場で座れるとこ探している感じですかね。よくこちらでなんか仕事終わりとかにここで一杯とかなんかされたりするんですか？そうですね、ここだけじゃないですけど、まあ会社の近所でとかはあるんですけど、まあ今日はたまたま帰り先やったんで、でと思って相変わらずマナー悪いなそう思われるんやろうなと思うんですけど、別に飲んで帰れないんでね。結構ここら辺がゴミを捨てて帰る人が多いっていう。ここは昔からそんな場所ですね。そうなんですか、ね。はい、どう思います？そういうのなんか、やっぱり許せないです。僕は絶対にしないですけど。そしてこの日も飲食を楽しむ男性。するとゴミを放置し後を去ります。よくこの駅の前で
食べたり飲んだりとかってされるんですか？たまにします。結構今この周辺でゴミを捨てていくっていう人が結構多いらしくて、で、まあ、結構ゴミのボランティアをしてる人が結構多いらしいんですけど、はい、どう思いますか？ああ、ちょっと今それはちょっと回収していきます。JR 神戸駅の終電時刻が過ぎ、閑散とした広場には食べ残しや空き缶など捨てられたゴミが至る所に散乱していました。翌朝、親子でボランティアをしている塩崎一馬さんと娘のいちかちゃん。どうも。はい、いい天気。雨ですよ。雨の時は何が家かって言ったらゴミが重なるんですよ。雨が降りしきる中、捨てられたゴミは強烈な異臭を放っていました。よし、よっ、三角落ちるよ。もう雨なんだし、はい、塩崎さんといちかちゃん、広場のあちこちに落ちているゴミをくまなく拾っていきます。今何拾ってるの？タバコ。これはもうやばい。アホですね。いやもうアホでしかないんで、ほんまに。ゴミ拾いを始めておよそ1時間。45リットルのゴミ袋2つがいっぱいになりました。ちょっと恒例のことしていいですか？ああ。ゴミ拾いを終えた塩崎さん親子は、少しでもゴミを捨てる人が考えるきっかけになってほしいと思い、SNS などでボランティアの活動報告を発信し、啓発活動を行っています。しかし、いや今撮影しながらずっと見てたんですけど、おばちゃんがこうタバコ吸ったから、あ、僕らもう見たら分かるから捨ててくれるなと思ったら、思いっきり火ついたままほったらかしでした。拾ってもすぐに捨てられるゴミ、やりきれない思いもありますが、塩崎さん親子はゴミ拾いボランティアをこれからも続けていくつもりです。やってる意味あるかなと思いながらずっとやってたんですけど、やっぱりその続けてるのを誰かしら見てくれてるっていうか、まあ、もっと負けんように頑張っていかなあかんなと。ゴミでいっぱいの景色は変わると思いますか？変えましょう。僕が変えましょうっていう気持ちでね。捨ててほしくない。